んばんは。こんばんは。奥様、奥様じゃない。こんばんは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 。ごきげんグーグー。こんばんは。こんばんは。クソばんそうこ。こんばんは。ちょうど晩ご飯スタート。おお、召し上がってください。何を食べるんですか。こんばんや。こんばんは。こんばんは。無理しないで。そう、今日今ちょっと流してるんですよ。今日はオープニングから。こんばんは。はい、さんちゃんです。ワサムカノ。こんばんは。こんばんにゃー。ありがとうございます。こんばんは。晴れてる。ありがとうございます。てるてる坊主。 BGM いいね。よっしゃ。こんばんは。コン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 。こんばんは。タイミングいい。はい、心配し。お、本当ですか。こんばんやだろ。こんばんは。こんばんは。手羽先作って。おお、手羽先美味しいですよね。手羽先、手羽先。53ちゃん完了。ありがとうございます。こんばんにゃ。リクエスト5個導入して。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。明日のログインの時に。あ、ありがとうございます。てんてんてん。こんばんは。こんばんは。こんばんは。しょい。はい、50カウント完了。ありがとうございます。ありがとうございます。今日めちゃ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 暑くなかった。暑かった。本当に今日も暑かった。今日はここのね、配信のお部屋をちょっとピアノをこっちに戻したりだとか、前の配置に戻したりとかを片付けしてたんですけど、本当にこの部屋暑くてすごい暑かった。やっほー。こんばんは。途中経過です。703枚です。わ、すごいすごい。ありがとうございます。カノはね、そう、少しだけど自分でも頑張ってます。こんばんは。宮崎くんちゃん、ログインのリクエストすべてカノに提出する。ありがとうございます。ありがとうございます。50カノの完了です。ありがとうございます。そう、模様替え、ピアノが戻ってきました。ということで、ヤッコファミリー全員見えている状態で配信してきます。今日は藤井カノン完了です。ありがとうございます。あ、お疲れ様。あ、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。356カウントかな、なんだろう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあちょっとハッシュタグのやつが消えかけてきてるから書き直そうかなって思います。ホワイトボード。ありがとうございます。こんばんはです。ずんちょずんち
あすごい独特じゃない？面白い。ブンチちゃん50パンご飯おかわり、食べ過ぎ、ありがとうございます。こんばんは、さなちゃんは、あ、今日起きてます。今日はあの起きてるのし、あのすなちゃんと今日は一緒に歌っていこうかなって思ってます。今回の配信で奥様さんちゃんかの、あ、お、おばです。おお、山形弁、なるほど。ふむ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 、うんうんうん、書いていきます。50かの感じだ、バン、ありがとうございます。50ネットリカにありがとうございます。胸を借りて劇に出れるよ、少しだけど親切で応援させてもらって、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん、だいぶこのあのパッション for you の歌が流れてるのにも慣れてきた。リスキチ元気ですか？元気です。リスキチさん元気です。リスキチさん。あ、リスキチさんにはあのパンパンパン、あのリスちゃん用、ハムちゃん用のパンと食パンと、ひまわりの種と、あと水変えたりとかしましたけど。綺麗なお姉さん、本当に綺麗なお姉さんでした。この曲に合わせてギターのアドリブ練習するの楽しい。おお、この曲に合わせてギターのアドリブ練習、すごい。どういうことですか？コードを当てはめたりとか、そういうことかな。アドリブはね、可能なら全然できないですね。こんばんにゃ、にゃにゃにゃ、わお、ピアノ戻りました。そう、まるまるのバースデーしよう、まるまるさんに、え、がおまるさんに花冠、花冠っていうのかな、着てます。何中リスキチリスキチは食欲旺盛、うん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 、よし、かけた、しました。消えちゃってたから。オッケー。かけとこう。
ろいろかけてマイクスタンドにプラフットもハッシュタグのやつもよいしょ。あ、でもこれかけちゃったな。見えないか、ちょっとカノンの入る。そう、ずっとコードだよね、これきっと欲しいなっちゃう。 C7? そうなんだ、ずっとちょっとね、まだね、こう何がとかいうあれではね、作ってなくて。なるほど。こんばんは、ここはまだです。ん、まだ、うん、こんばんは、こんばんは、プルー。そうそう、マイクスタンドね、フラフープかけ、フラフープもかかったフラフープが気になってる。とりあえずビール。今日はコーヒーを飲んでいこうと思います。しかもアイスコーヒーを飲もうと思います。こんばんは、ねっちょり、ご自由いただきありがとうございます。あーちゃんのオブリガードを入れてます。オブリガード。今日はですね、久々にこのボードさんが作って今日はちょっと予定を決めてっていうのかな、最初に伝えようと思います。今日は8時半までやろうと思います。トゥン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 。久しぶりのボード。OK、 ありがとうございます。夏だね。そう、夏、暑になってからそろそろホットコーヒーはもうちょっとね、暑すぎるので、あの自分で頑張ってね入れてるんですけど、ミルを作って、今日はアイスコーヒーを作ってきます。コーヒータイム。すねちゃん待ち。すねちゃん、そう、すねちゃんいつぐらいに来るかな、どんな感じだろう。すねちゃんは水出しかな。ですね、作り方としては、アイスコーヒー用のお豆をですね、今回用意したので、そのアイスコーヒーのやつをまず、あの普通に濃いめで作って、そこに氷を入れて作っていきます。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。はい、ありがとうございます。ピアノ持ったからボードも、そうそうそう、安定安定。100個投げてありがとうございます。受け取りますほほん。なんて読むんだ。こんにちは、どうも、こんにちは、こんにちは。昨日書いたやつどこ行っちゃったかな。何もかかる。よし、うわぁ、いい感じ。パッション、パッション成功法。お、ありがとうございます、ありがとうございます。成功法。こんばんは、ぼちぼちしてます、ありがとうございます。皆さん頑張ってください。カノンも頑張ります。あなたの推しの叶える、それはそのうちうちやな、本当にちゃんと貼らなきゃね、もうちょっと考えなきゃ。
すごく不安定だけど、なんとかなんとかなんかバランスを保ってるんで、とりあえずこのままいきます。今日も保ってる保ってる。はなちゃんは早くさんのブログ、あ、ですね、今回のまだ読めてないです。今回も上がりましたか、カノンのも。時間的には上がってると思うんですけど、概要紙の嵐。アイスコーヒーもブラックでシロップ、あ、そうですね、ガムシロップは今日は一応用意はしてあるので、まずブラックで飲んでみて、で途中でちょっと入れてみようかなって思います。必要だったらどんな感じかなって気になるので、初めての豆を使ってるので、今回はどんな感じかなって。58日連続おめでとう、ありがとうございます。もうすごい、もうすぐ60日だ、60日がもうすぐ。こんばんは、本能寺の変の日。嘘、そんな髪型？今日はですね、ちょっと上げてます、上にポニーテール。ピョン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 。明日はどんな髪型にしようかな。昨日はツインテールで、今日はポニーテールで、あんまりハーフアップとかかなと思ってるのは。あんまり知らない。流れてる音楽はパッションフォーユーの歌っていう、カノンのオリジナル曲になってます。ミルクだけ入れるパターンも、あ、そっか、今日ねちょっとミルクは用意してないんですけど。なるほどなるほど。お仕事終わった、お疲れ様です、お疲れ様です。パッションフォーユーの歌、バラの花、ありがとうございます。眉毛好き、ありがとうございます。眉毛ありがとうございます。ひみくやろ、こうやってピョンって。そんなことないですよ。あ、ブログまだ上がってないですか。お砂糖入れないカフェオレ結構美味しい。あ、そうなんだ、カフェオレか。カフェオレ、カフェオレの時は普通にもう入れちゃったかな。では、そろそろコーヒーの方を作っていこうかなって思います。引きます。カフェオレ好きです、カノン好きです、コーヒー好きです、コーヒー好き。カノンを支援するためにポジションを始めた、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。カノも今回のあのイベントに参加することになってからパッションフォーユーをやり始めて、コーヒータイム。あ、引いた感じは今までのやつよりもなんか柔らかい気はするけど、気のせいかな、気のせいかな、ゴリゴリなんか回るのが柔らかい気がする。こんばんは、こんばんは。
回のお豆はですね、こちらになります。いや、今回はこちらのアイスコーヒー、アイスブレンドのやつを入れてます。深いと引くのか、ロースト、うんうん、軽くなるね。手回し、そう、手回し、手回し、手回しのやつにしよう。カチカチやないカチカチやない、いい匂いしたかな。ほうほう、アイスブレンド、カルディ、これ逆になっちゃった。いい香りがしてきた、本当にしてきた。なんか今回の時じゃないんですけど、前あのお豆をコーヒーのところ、コーヒーのショップ、コーヒーショップに買いに行った時にですね、あの頼んで店員さんにあの豆を測ってもらってあの頼んだんですけど、その時にあの豆で買った、お願いしたので、それをあのお店で引いていただくこともできるじゃないですか。なのでその店員さん、担当してくれた店員さんが、お豆お引きしてよろしかったでしょうかって聞いてくださってんですよ。なんですけど、それをカノンがお名前お聞きしてよろしかったでしょうかって聞かれたのかと思って、カノンはもう自信満々というか、そうだですって大きい声で答えてしまってそう、店員さんもキュトンとしちゃって、でちょっとパッて見たら隣にいたスヌパパも笑っててうわーって思いました。何が起きたかっていうと、あのカノンが聞き取り間違えちゃってそう、なんかお名前お聞きしていいですかって聞こえたので、そうですって言っちゃって恥ずかしいと思いました恥ずかしかったです。あの時は本当に似てたし、あとはあのコーヒー豆を買う、コーヒー豆で買う、こういうこのミルで引き始めたのも最近なので、コーヒー豆を買うっていうのもあの本当にまだ全然慣れてなくて、ちょっと緊張もあったのかもしれんけど、時を戻したくなる、うん滑舌でやっちまったんですよね。こんばんは、こんばんはお豆を聞きてほしいでしょうか、お豆を聞きしてほしい本当に、ね、間違えた、かわいい間違えた、恥ずかしかったです。楽しかったでしょうかって言い方がね君の豆は、君の名みたい君の豆は、お豆とお名前もそこに聞き間違えちゃって。アイスブレンドは冬のイタリアンブレンドって、もうちょっと深め、あ、じゃあやっぱりちょっとあれだっけ、軽いのかな、引くのか、ランデリンゴールドがアイスやに安くて美味しいんです。おお、ランデリンゴールド、なんかとりあえずまだ詳しくないから、人気というか店員さんにもちょっと相談して、そうしながら決めてます。アイスボケです恥ずかしかった、しかもすぐに自分で気づいちゃって、もう自分でというかすぐに自分も分かっちゃって、もうその場でもすごい恥ずかしかった。パッションフォイの歌が気になる歌詞を最初に見たときはサルサの音楽、サルサ、
こないだこなと間違えて買った豆を送りたい。おいただきたいいただきたい。こんばんは。はい、こんばんは。マンデリンゴールド、カルビー。なんか今回はこの豆を買ったんですけど、特に詳しくはないです。コーヒー入れてる間に歌っていい？お？コーヒー入れてる間に？ OK？ いいよ。あ、引き終わったまず。うんうん、そう、コーヒー引いてるの。何枚？何枚？とりあえずアイスコーヒーのが飲みたいですって言って買って、これアイスブレンドって書いてある。それ以外にどうやって伝えたらいいかはわからない。あんまり商品かガリガリしてるの。すねちゃん、ご実家のありがとうございます。おお、一緒なのかな、そしたら一緒。ホットね、あ、ね、ここにあのアイスでもホットでもって書いてある。こんばんは。わー、かわいい、本当にかわいい。これそうね、かわいい。引き終わっちゃった。コンコン昨日寝ちゃったから今日歌ってもいい？いいよ、いいよ。今？オッケーオッケー。待ってね。ということは歌ってもいい？一緒に歌う感じ？あ、あのすーちゃんの歌入れればいい？よし。お豆、最近そうミルを用意したので始めたので。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと準備します。カラオケの方の歌ハートありがとうございます。すんちゃんソロってこと？うん、キュ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 。よし、よしよし、つながった。ちょっと待ってくださいね。100個ありがとうございます。受け取ります。こっちをじゃあ止めなきゃね。よし、でこうしてこれを入れてこれも入れて。マイクはこれで OK？ これにしよっか。はい、どうぞ。よし。よし。じゃあちょっと。ちょっと中でございます。起動中、ありがとうございます。はい、あれ戻っちゃった。体調悪くて寝てみてるから歌声に直してください。すーちゃん、マイクも本格的ファッションフォーエンの歌を二人でハモリ入れて歌ってほしいなってちょっと待ってくださいね。戻っちゃうというびっくり。なんかボーボー言ってる、すごい。
いつもこんな音しないよね。何の音だろうね。あーなるほどね。パパさんよろしくお願いします。いつもしない音がすごいしてる。お願いします。なんだこれ機械。おう、これがあと戻っちゃう。ちょっと移動します。よし近くなった。みんなと近くなった。ポチポチお尻にかぶしとこ。ポチポチお願いします。お願いします。おなんか来た。ゴーマルの顔、どこも決めてるの。ゴーマル、ゴーマル、ほら、ある。お、いけたかな。来た。はじめまして、こんばんは。はじめまして。あ、コメントかな。ありがとうございます。ダンスをするのはどう？カノン、どうですかかな？カノンはダンス大好きです。ダンス大好き。ダンス大好きで、歌うのも大好き、踊るのも大好き、演じるのも大好き、食べるのも大好き。今日はいっぱいその軌道を。おしばら。むし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 。ダンスは大好き。ダンス好きです。ダンス。ドゥドゥドゥン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 。ちょっといろんなダンスを覚えたいですね。うわ、なんか出てきた。うわとか言っちゃった。画面になんか出てきた。すごい、なんかミラーボールみたいなの。ミラーボールなんだっけ。ミラーボールか。すごい。なんでいいだ。演技でもどうですか。すごい急ですね。ちょっと難しいかもしれん。どういう風にですか。うわー。歌はしなちゃん、ダンスはカノンさんで、時は。なるほどね。この前はね、あれですね、そういうとこあるよね。そうやってやったら、そういえばミラーボールやん。
アニメギフト、あ、そういうことか。なんかあれですね、アップデートアップロードしてくださいっていうのがであって今日したんですけど、このショールーム自体すごーい、すごい。パッションファイルリクエスト券900枚突破、うわー、おありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。ちょっとですね、今あのカラオケの方はですね、ちょっと何度がどうなっちゃってるのか分からなくてですね、今必死にあのちょっと どうにかしようとしてるんですけれども、知ってくださってるんですけど、ちょっと始まらなくてですね、あの入ってもつけてもつけても多分戻っちゃうのかな。スクショできなかった。新しいギフトをね、急いでね、900も本当にもう皆さん本当にありがとうございます。ただいま、おかえり、おかえりなさい、よかったね。あ、うん、コントはスケジュール大丈夫なの？あ、コントの本番ってこと？スケジュール、そう、あのね、東京っていうことで、ちょっとまずはね、このイベントを頑張って出れるように頑張ります。強い、嘘、ありがとうございます。ミラーボール機能ができたんだね。そうミラーボールがね、ここに出てきた、ここに。ゲームしてる？ゲームはこのパッションフォーユーだけですね、もう本当にパッションフォーユー。今までは全然ゲームはしてこなかったので、あのわからないんですけど、頑張って。ちょっと難しそうですね。じゃあちょっとあれですね、カラオケの方がちょっとうまくつかないので、あのアカペラでですね、アカペラで行こうと思います。じゃあちょっと今日はすずちゃんもね来てくれてるので、青春の宝石を歌いたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではちょっとアカペラの方で今日は行きたいと思います。ちょっと待ってくださいね、ちょっとお守りさんを、よし、これで OK。マイク入れて、イエーイ。あ、マイク入ったね。ちょっとじゃあ確認します、ちょっとお待ちくださいね。最初ちょっと歌ってみてくれる？好きだった歌を、もう一回好き最初だけやろう、せーの、好きいけるかな。いけそうですね。よし、カラオケもいけそうなんですけど、じゃあどうしますか。じゃあ一回青春の宝石をやります。先にテロップ変えよう。ありがとうございます。青春の好き。じゃあちょっと移動しますね、ここちょっと立って歌いたいので。
待って待って、どうやって始める私のバラードを聞いていただこうと思います。皆さんありがとうございます。本当もありがとうございます。スヌバラよし、歌っていただこうと思います。あ、スピーカーが入ってないね。危ない危ない。あ、こっちこっちで、こっちも入れないと。うん、オッケーオッケー。ブルーレディかな。はいはいはい。激しい雨の中、吹雪に打たれてたかった。汚れた体と醜い心を洗い流そうとしてたんだ。こんな時代に何を信じて生きて。どんなにきつい道のりも自由
ありがとうございます。おー、ミラーボール。継続中ってなんだろう。ありがとうございます。おー、よし、すーちゃんありがとうございました。よし、すーちゃんリバーとはい、それではですね、それではちょっと皆さんにすなちゃんが8時までしか出れないので急いで決めていただきたいことがご協力お願いします。まず今すなちゃんが来てくれてるので2人でもう一曲何か歌おうかなって思うんですけれど、候補としてリバーと桜の木になろうがあります。こちらを投票で決めたいと思います。今から言うので皆さん覚えていただけると嬉しいです。はい、では投票の1番がリバーにします。そして2番が桜の木になろうにします。皆さん投票よろしくお願いします。
1番が、ビバー、2番が桜の木になろうです。よろしくお願いします。じゃあお時間もないので申し訳ないですけど 10秒をゆっくり数えたいと思います。それでは用意スタート。10 9 8 7 6 5 4 3レバー2 1 0、終了します。でんウォー、じゃあ今回は2番が多いので2番の桜の木になろうを歌わせていただきます。ありがとうございます。投票よし、じゃあ入れていこうと思います。多分そっちにないんじゃない、やろうか。テロップ、テロップ、時間がないよ。桜の木になろう。よし、オッケー。マイクオッケー？あ、あ、あ、はい、頑張るぞ。輝いている君。
印になるように花びらの全てが散っていても枝が両手広げながら待っている聞いていただきありがとうございました。すねちゃんはね、ちょっともう8時になっちゃったので歌ねーです。はい、よいしょ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 、ちょありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よし、お疲れ様。また感動してしまった。ありがとうございます。本当にいい曲なのでそう言っていただけて嬉しいです。はい、おお、歌うたびに進化、そう、どんどん上手くなっていきたいです。8時までのシンデレラ、すなちゃんすなちゃんシンデレラなんて言われちゃっていいな。すなちゃんかっこいい。そう、さっそうと帰ってきました今日も。はい、ではちょっとコーヒー入れていこうと思います。コーヒー、あ、アイスコーヒーって書こう。アイスコーヒーそこ大事。アイスコーヒー、入った。うんうん、ありがとうございます。コーヒーまだ今から、あ、一緒に飲みましょう。忘れ物一緒に飲みましょう。はい、では今日はちょっとお湯沸かしたけど大丈夫かな。あ、大丈夫大丈夫、すっごいあっちって大丈夫、全然大丈夫。ではちょっと危険なので集中してやってきます。少しお待ちください。わあ、今日は粉がいっぱいだから。
今ポッポタポタしてます。おー入れよう。冷凍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 って何ですか。冷凍これを切ってあるから、これはこう切ればこれでもう爆音は鳴らないはずだから、おしおし。冷えたコーヒー、おーなるほど、そうなんだ。電車の中コーヒーでレイコーレイコーレイコー、うんうんうん、よし流してきます。アイスコーヒーを、これもレイコー、あ、レイコーとレイコーがあるの初めて聞いた。パッションパッション、そういろんな略したのありますよ。でも本当に代表的なのしか知らないな。マックとマクドマクド56ペありがとうございます。ありがとうございます。ロペ今日のお弁当です。神うさぎロペありがとうございます。本当に自分でも思った。ハクションハクションハクション、あ、ぶちぶちやったわね。そうそうそう、マックのズン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 、あそう、ぼち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 、トリップ間に合いますか。え、ちょっとね、どうでしょうかね。まだね、まだ半分もいってないんですよね。
ありがとうございます。ポチポチ無理しないでね。ポチポチ、気味でやっていこうと思います。で今日はちょっともうちょっと今日はアイスコーヒーということで、でね、こちらのなんていうのかな、こちらのコップが新しく増えました。増えました。なので今日はこちらを使ってやっていこうと思います。ちょっとおしゃれな感じでいこうと思います。こちら、これにあのいるんですけど、コーヒーどれぐらいかな、アイスマーク、ステンレスボトル、モータウン風。うん、はい、ありがとうございます。そう、これはあの昨日あのグレープフルーツジュース、リンゴ酢のやつを飲ませていただいたんですけど、普通のグラスのコップで、あのすごい結露してしまって、それでこちらは結露しない、ここがとてもいいポイントですね。これを今日は使っていくと思います。アイスコーヒー、はおー、転調するかなと思った。ぬるくならないカップか、ぬるくならないカップ、そうですね、冷たいのはすごい冷たくって。お、本当ですか、今使ってますか。そう、なんかなんだっけ、これあの二重になってるっていうので、そう、そろそろいけるかな、夏でもホットモンキャン、やっぱなんあるんですね。皆さんちょっとカノンはもう、どっちも飲みます。いつでもどっちでも飲みます。あったかいのはあったかいまま、あ、そうそうそう。これね、冷たいのは冷たいまま、あったかいのはあったかいまま。じゃあもうそろそろできると思うので、ね、少々お待ちくださいね。アイスコーヒーが飲みたい。アイスコーヒーが飲みたい。チャチャチャカフェ、よし、じゃあ今こんな感じなので、ここにコーヒーじゃない、氷を入れてきます。でかっ、いっぱい、そう、大好きだから多分飲める、そのままは飲まないよ。冷やしておくの、あ、なるほど。
今回は冷やし麺。美味しそう。もういい感じかな、結構すぐ食べたくなった。まぜまーてー。え、ゆきりんさん、何人目なの、ちょっと何人目そう分からん。今日は初め現在60枚ほど。ありがとうございます、ありがとうございます。投票ありがとうございます、投票ありがとうございます。大好きなあれ残ったやつはすぬちゃんを飲むかな。すぬちゃん、すぬパパ、そのままみんなが飲んでくれると思います。じゃあ入れてきます。ちょっといっぱい入ったからいっぱい入れちゃった。はい、では乾杯乾杯よし、じゃあいただいていこうと思います。はい、乾杯。皆さんも乾杯。わ、氷の方ね、ちょっとスイーツのキャッツもドーン。いいね、ありがとうございます。いただきます。私はブラックじゃないけど、ブラックを飲むかもだけど。めっちゃキンキン、うまい。これはもう夏は絶対アイスコーヒーだ。すごいなって思わせるほど美味しい。キンキンに冷えてやがるぜですね。少しどうぞどうぞ。うんうんうん。かいちか。そう、あ、でも朝とかホットコーヒーの方がいいかも。まだ大人ですね。ありがとうございます。あんまりね、ブラックだけど苦くもないし、でも薄くもなくて、とってもちょうどいい、ちょうどいいです。美味しい。ごくんごくん、お腹ね、お腹冷やさないようにしなきゃ。そう、敏感敏感。そう、気温の変化とか緊張とかすぐね、お腹にあっってなる。アイスコーヒーを飲んで熱いの飲んでる意味、せっかく今日は冷たいの飲んでたのに。家でも今日アイスコーヒーの準備をして、おお、一緒。ホットで、ホットもいい、ホットもいい。そう、でもあのカノはすごく
ずっとあのアイスコーヒーが飲みたいって思ってたから今日はそれ飲めてよかった。そうそう、カップもいい感じです。あ、そうなのかな、おいしい、おいしい。子供コーヒーちゃうやろ。どういうこと、子供コーヒーって。子供コーヒーって何ですか、子供コーヒー。子供ビールも飲みたい。子供ビールもこの前飲んだんですけど美味しかったです。すぬちゃんとプハプハ言いながら飲んだ。コーヒー牛乳ですね。うんうん、ね、こうやってこうすごい傾けて、あれ本当に危険可能がやった。学校の給食のとこも本当に絶対こぼれる。あれはアイスコーヒー、ナブアイスでもブラック好きな。アイスの方がブラックが好き。ブラックというかミルクはあんまりなんか入れる時もあるけど、じゃあちょっと今日はガムシロも用意したので入れていこうと思います。おっとなや、あ、そんな感じ。そう、コーヒー大好きで、ぼちぼちする。そう、豆から引いて入れました。今スナパパ声が、スナパパにもちょっとね、あの差し上げたんですけれども、あのスナパパは砂糖もミルクもいらないよ、美味しいって言っております言っております。でもカノはちょっと飲んでみたいのでガムシロも入れてみます。なしでも本当に美味しいし飲める、とても美味しい。熱い視線、大人カフェやん大人カフェやん。コーラスを変える予定は、なるほどね、コーラスちょっと今のところ考えてなかったけど、コーラス。さあコーヒーで喫茶店、パパも歌っておくれだって。出ちゃダメだから出れないんだけど、で、あの家族みんなです。ちょっとあの本当にカノンのことございます、ありがとう。大丈夫豆が分かってるし、スナパパ、スナパパに、スナパパ、あ、ほんちょっとなんかね、なんていうの、飲みやすくなりし、なんかね、コーヒービール甘い。誰、それはあ、優勝する時もあります。前にも言ったけど本当にね、なんかの曲なんだったっけな、初級さんお強さ、カノンもすね強くなってきて戦っております。そう、スヌママはだけど本当にみんなで楽しめない歌が大好き。あの何を言ったらいいんだろう、はそんなに弱い。スナちゃんが強い。ち、おい、ならどのあれ、スナパパさんどうって今カノンが昔のね聞いてきたのいっぱい言ってたんと歌います。あのいっぱい歌える、はい、それをちょっと歌いますよ。スナちゃんめったに昔だけでも注意じゃない言われました。おし、あ、あじさいありがとうございます。まだ決めてないんですけど、チャイルパスヌパパは歌ってる
ヒゲダン、どうだろうな、ヒゲダン、カラオケではあんまり歌すごいカノンが聴くの知ってますね。お疲れ様です。すごいカノンの方々はすごい方が多いですけど、僕は、ああもう本当に本当にあのね、カノンも本当にあの枚数を聞いてびっくりしてるんですけど、本当にありがとうございます。カノンもね、自分も初めてなんでちょっと頑張りましょう。少しだけどリクエスト頑張ります。あ、初見さんありがとうございます。ありがとうございます。プリテンダー、プリテンダーを歌いましたね。こんばんは、こんばんは。一人やだ。つばき、鬼やっこさん、鬼やっこさん、あ、鬼やっこさんはモノマネも多分ちょっと出られてるんですけど、面白いなって思います。昔はビューとか立ってた、今裏声が裏返る、あ、なるほどね、なるほどなるほど。なんかスヌーパパは、スヌーパパの話になっちゃうけど、なんかカノンとかスヌちゃんがレッスンをしてきて、なんかいろいろ教わってきたこととかを伝えたりもするんですけど、あのやってく間でね、そう、ちょ、上手くなってるかもしれないですね、パパは昔よりも、ね、いろいろって高音とか出るようになっちゃってるかもしれない。高音はそんなことないか、ちょっと、はい、あずさんありがとうございます。バンド世代な感じでする、あーどうなんだろう。でもあのなんか学童、あのパパ友っていうのかの間で一回だけバンド、そう、楽器ができる、そう、人とかがすごいたくさんいたので、バンドで歌ってました、ボーカルで。それパパエズリ優しさ、え、わかんない、同じコップだ、こっちは本当ですか、同じコップ、コーヒーですよ、ちゃんとちゃんとコーヒー。スヌパパの蜜たくさんありそう。秘密秘密。じゃあ8時30分、あ、本当ですね、本当ですね、本当だ、あありがとうございます。朝のコーヒー入りました、乾杯。よし、今日はちょっと突然になっちゃうな。そう、今日はあのアイスコーヒー飲めて本当に良かったです。スヌパパさんと一回飲みたいです。乾杯。でもうちさん、あ、ありがとうございます、本当にありがとうございます。よかったら歌唱保有の歌聴きながらやってみてください。はい、よし、じゃあ美味しかったです、アイスコーヒー配信、うんうんうん、よし、じゃあ今日はそろそろ配信の方は終わろうと思います。コーヒータイムね、つながった。頑張りましょう。あ、そうですね、ちょっともう一回じゃあ自己紹介していきます。最後に、澤田香音16歳です、演技大好きです。今回のイベント、とても出たくて、本当に出たくて、あのカノンも頑張ります。皆さんも応援よろしくお願いします。今日も楽しかった、ありがとうございます。こちらこそ楽しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます。よし、頑張りましょう、たくさん大事ですね。あ、ハッシュタグカノンファッションフォーユー立候補するってよになってます。こちらもよろしくお願いします、お願いします。はい、よし、では、あ、そうだ、ランキングのお名前はちょっとまだ確認できてないので、今日も3ですでよろしくお願いします。
日はまだね3です。よろしくお願いします。13位、ワン。これはちょっと嬉しいものを発見したかもしれんけど、合ってるかな合ってたらありがとうございます。13位の方ありがとうございます。じゃあ13位、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。12、3です。ありがとうございます。11、ありがとうございます。3です。ありがとうございます。10位、3です。ありがとうございます。9位、3です。ありがとうございます。8位、3です。ありがとうございます。7位、3です。ありがとうございます。6位、3です。ありがとうございます。5位、3です。ありがとうございます。4位、3です。ありがとうございます。そして3位、3です。ありがとうございます。そして2位、3です。ありがとうございます。そして第1位、ルル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 ルン、3です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、さんさんさん、ありがとうございます。みきちゃん、みきちゃん、みきちゃん、あ、これはありがとうっていうことだね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ少しでも気になってくださった方はフォローよろしくお願いします。では今日もありがとうございました。それでは今日はこの辺で、またこやーね、またね、ありがとうございました。気をつけますありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。またこやーね、おやすみなさい。おやすみな、またね。